私の個人情報が流出してました。お世話になっております、マサルです。今回のテーマはパスワード管理です。マサルの勉強部屋の動画を作るときはいろんなことをもう一度勉強し直して調べ直してから動画を作っています。今回はパスワード管理について下調べをしているときにものすごいことが判明しました。秘宝、マサルの個人情報が流出していたんです。私の個人情報が過去流出していたことが分かりました。どのようにして分かったかというと、ニスク、内閣サイバーセキュリティセンターで公開しているインターネットの安全安心ハンドブックというものがあります。このハンドブックの第3章にパスワード流出を能動的に検知するという項目があり、そこで Have I Been Found というサイトの紹介があります。このサイトでは自身の ID とパスワードが過去流出してないかをチェックすることができるということだったので、試しに自分のメールパスワードを入れて試してみました。その結果がこちらです。見事に私のメールパスワードは過去に流出していたということが分かりました。おそらく過去に私がフィッシングサイトなどに引っかかってしまい情報を流出させてしまったのでしょう。現在このメールアドレスは多要素認証を設定していて、万が一パスワードを攻撃者に知られたとしても問題ないとは思いますが、念のためパスワードを変更しておくことにしました。皆さんも興味があれば概要欄にニスクのインターネットの安全安心ハンドブックのリンクと Have I Been Found のリンクも貼っておきますので、ぜひ試してみてください。今回身をもって体験しましたが、パスワード管理はとても大切です。個人でユーザーとしてパスワードを管理することももちろん大切ですが、この動画をご覧の皆様は何かしらのサービスを展開していて、サービス提供者としてユーザーのパスワードを管理しなくてはならないという方も多いのではないでしょうか。今回はパスワードの管理について一緒に勉強していきましょう。今回の目的はサーバー側でパスワード管理する方法を理解することです。サーバー側でパスワード管理する方法は大きく2つです。1つ目はサーバー自体でパスワードファイルを管理する方法、2つ目は LDAP などのディレクトリーサービスを使ってパスワードを管理する方法です。まずはサーバー自体でパスワードファイルを管理する方法から勉強していきます。パスワードファイルをサーバー自体で管理する場合は、サーバーの中にパスワードファイルを作って管理することになります。非常にイメージしやすいですよね。ユーザーが認証してもらうためにパスワードの情報を送ってきたときに、サーバーは自身で管理しているパスワードファイルの情報をもとに認証を行います。一方 LDAP などのディレクトリーサービスで管理をする場合は、ディレクトリーサービスの中に簡易的なデータベースを作成し、その中で情報を管理することになります。サーバーは必要に応じてディレクトリーサービスから情報を参照して認証することになります。まずディレクトリーサービスって何と思う方もいらっしゃると思うので、ディレクトリーサービスについて少し説明します。ディレクトリーサービスはメールアドレスや電話番号などユーザーが持つ情報をアプリケーションやユーザー間で共有できる仕組みです。データベースとは異なり、大量のデータを管理したり頻繁に更新があるデータの管理には向いていません。例えば常にデータが更新されるような売上の管理はディレクトリーサービスは不向きです。不向きな理由は、ディレクトリーサービスはデータの登録や更新に手間がかかるからなんですね。ディレクトリーサービスは少量のデータで更新頻度の少ないデータ管理に使われることが多いです。そして利用用途は基本的には参照されることです。他のシステムやユーザーからデータを参照されることが圧倒的に多いです。このディレクトリーサービスの代表としてよく使われるのが LDAP です。 LDAP はライトウェイトディレクトリーアクセスプロトコルの略です。ライトウェイトという名前の通り、データベースなどに比べてサーバーに負荷がかかりにくいといった特徴があります。少し情報を補足すると、
ユーザー情報などは LDAP などのディレクトリーサービスで管理されることが多いと今お話ししましたが、条件によってはユーザー情報をデータベースで管理する場合もあります。大規模なサービス展開をしていてユーザーの登録情報が頻繁に書き換わるようなシステムであれば情報の更新が多いことになるので、ディレクトリーサービスではなくデータベースによってユーザー情報を管理した方がいい場合があります。ユーザー情報は絶対にディレクトリーサービスで管理しなくてはならないというわけではないので、そこは誤解しないようにお願いします。少し話が脱線したので話を戻していきます。ここまでサーバーにおけるパスワード管理についてお話ししました。ここで問題です。今お話しした2つを比較したときに、ユーザー情報を管理する方法としてセキュリティ強度が高くなるのはどちらでしょうか。サーバーのパスワードファイルで管理する方法か、 LDAP などのディレクトリーサービスで管理する方法か。少し時間を置きますのでご自身で考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は2ですね。 LDAP などのディレクトリーサービスで管理する方がセキュリティ強度は高くなると言われています。その理由として、サーバーが攻撃者の侵入を許してしまった時を考えてみます。1番のサーバーでパスワードファイルを管理していると、サーバーに侵入を許した時にユーザー情報を盗まれる可能性があります。一方、2の LDAP などのディレクトリーサービスで管理する場合は、サーバーの中にユーザー情報を管理しているわけではないので、万が一サーバーに侵入を許したとしてもユーザー情報が盗まれることがありません。そう考えると2の方がセキュリティ強度が高いということになります。そうは言っても LDAP サーバーに侵入されてしまうリスクもあるんじゃないかと思った方もいると思います。その通りです。そのような考え方もあります。もちろん LDAP サーバーは侵入されないようにセキュリティ強度を高くしておく必要があります。基本的にはサーバーと LDAP はファイアウォールによって区切られている構成になることが多いです。このようにしてセキュリティ強度を高めています。あとは運用面から考えても、 LDAP などのディレクトリーサービスで管理した方が楽になる場合があります。複数のサーバーがある場合は、一つ一つのサーバーでユーザー情報を管理するのはとても手間がかかります。 LDAP サーバーで一元管理した方が運用もしやすいです。あえて LDAP サーバーのデメリットを挙げるとしたら、LDAP サーバー自体の構築、 LDAP サーバー自体の運用にコストがかかることです。ディレクトリーサービスを使ったメリットについてお話をして理解していただけたと思いますが、ディレクトリーサービスを導入するほどの規模でなかったり、さまざまな制約から、1番のサーバー自体でパスワードファイルを管理するといった方法はまだまだ一般的によく使われています。なので1の場合でもパスワードをどのように管理するか、もう少し深掘りして学習していきたいと思います。例えば対象のサーバーが Linux であれば、エトセハイカのパスワードファイルでシステムのログイン認証情報を管理しています。攻撃者が侵入した時も目指すのはこのエトセのパスワードファイルであることが多いです。なのでこのパスワードファイルは管理者以外が絶対にアクセスできないように設定したいところなんですが、さまざまなサービスがエトセパスワードファイルを参照して動くようになっています。管理者以外が絶対にパスワードファイルにアクセスできないようにするということは難しいんです。よって攻撃者はさまざまな手法を用いてエトセパスワードに対するアクセスを試みてきます。万が一攻撃者がエトセパスワードまでアクセスして情報を盗み見たとしても、パスワード情報が流出しないようにしなくてはいけません。ではどのように流出しないようにしているのか、実際のパスワードファイルを見ていきましょう。こちらが実際のパスワードファイルです。パスワードファイルでは情報をコロンで区切って表しています。それぞれ区切られている単位をフィールドと言います。第1フィールドがユーザー名、第2フィールドが暗号かパスワード、第3フィールドがユーザー ID、 第4フィールドがグループ ID、 第5フィールドがコメント、第6フィールドがホームディレクトリーのパス、第7フィールドがログインシェルです。今お話ししたそれぞれのフィールドを覚える必要はありません。第2フィールドは先ほど暗号化パスワードだとお伝えしましたが、現在は使われておらず、このように X などと文字が入っています。
これは従来のパスワードファイルとの互換性を保つためで、実際の暗号化パスワードは今はエトセシャドウファイルに入れられています。ではエトセのシャドウファイルも実際に見てみましょう。このようにシャドウファイルではパスワードの情報を見ることができます。この赤枠で囲っているところがパスワードの情報です。この情報を見て、さすがマサルさん、パスワードのセキュリティ強度が強いと思った方、すみません、今見ていただいているのは実際に私が設定しているパスワードではありません。これは私のパスワード情報をもとに算出したハッシュ値です。このようにサーバーのパスワードファイルで管理する場合は、パスワードの情報をハッシュ値として管理することが一般的です。万が一パスワードファイルが盗み見られたとしても、ハッシュ関数の一方向性の特性によって元のパスワードを推測することが難しいからです。ここでお伝えしたいのは、パスワードをサーバーで管理する場合は、パスワードファイルにはパスワードのハッシュ値が記録されているということです。なのでサーバー自体でパスワードファイルを使って認証する場合、サーバーでは受け取ったパスワードを一度ハッシュ関数で計算します。算出されたハッシュ値をパスワードファイルの情報と比べて検証します。この検証の流れも知っておくといいかもしれません。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回はパスワード管理について一緒に勉強しました。パスワード管理方法は大きく2つです。サーバーのパスワードファイルで管理する方法、 LDAP などのディレクトリーサービスで管理する方法です。セキュリティの観点で言えば、2つ目の LDAP などのディレクトリーサービスを利用する方法が望ましいです。しかし1番のサーバーでパスワードファイルを管理する方法もよく使われています。サーバーのパスワードファイルではパスワードの情報をハッシュ値として登録していることもお話ししました。あとは冒頭に伝えた NISC が公表しているインターネットの安全安心ハンドブックの紹介、パスワード流出を能動的に検知するためのアバイビンパウンドというサイトも紹介しました。動画を見るだけではなく、自分自身でも手を動かして体験してもらった方がより記憶に定着して楽しく勉強ができると思います。各リンクは概要欄に貼ってますので、ぜひ見てみてください。それでは今回の動画は以上です。この動画が気に入っていただければ、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。あとはもし友達で支援士の勉強を頑張っている人がいれば、その人にもこの動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。